こんにちは、小名浜町子保健福祉センター子育てコンシェルジュ石田明日香です。子育てや孫育て中の皆さん、毎日の育児にお疲れではありませんか？私も現在5歳と2歳の双子の3人の子育ての真っ最中です。私が子育てで心がけていることは、頑張りすぎず家族みんながハッピーでいられるように努力をするということです。いつもお子様を第一に仕事、家事、育児を頑張ってらっしゃると思いますが、時には自分ファーストで自分の心を満たしてあげることが、結局は子供のためにもなってくると思っています。私はいろいろなジャンルの雑誌を読むのが好きなので、子供たちがお昼寝中に読んでいます。夫は子供たちが寝た後にアニメを見るのが大好きです。育児に疲れた時は子供たちを預けて夫婦で外食をすることもあります。息抜きの時間を作って心身ともに元気をチャージして楽しく子育てをしていきましょう。私たち子育てコンシェルジュは保育所や幼稚園の案内、一時預かりや遊び場の紹介などを行っていますので、ぜひお気軽におしゃべりしに来てください。お待ちしています。はい、それではですね、子育てを楽しむヒント5つのおもちゃを紹介していきたいと思います。用意するものなんですが、新聞1枚です。でまずですね、新聞を真ん中で切ります。そしたら2枚できますね。じゃあこの2枚をくるくる巻いていきます。まず1枚目からです。くる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 巻いていきます。で巻く時のコツは、あんまり強くギュッと巻かないでください。ギュッと巻いちゃうと後から引き出しにくくなっちゃいます。どん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 巻いていきますので、ちっちゃいお子さんでもできると思いますので、じゃあ巻き終わりの時に2枚目を重ねます。だいたい5センチぐらい重なればいいかなと思います。のりは必要ありません。そのまま気にせずにどん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 巻いていきます。出ました。じゃあ少しテープで留めていきます。後からですね、切り込みを3分の1から半分のところぐらいまで入れるので、2箇所ぐらい留めていきます。今こんな状態になってます。じゃあ今からですね、切れ込みを入れていきます。十字に入れますね。ちょっと新聞分厚いので、ここはお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが手伝ってあげてください。だいたい3分の1から半分ぐらいのところまで切れ込みが入りました。それからぐっと少し押してあげてください。こんな感じになってます。じゃあ真ん中から伸ばしていくんですが、この時に子育て楽しくなっちゃいます。チチンプイプイ呪文をかけます。伸びちゃうよ、伸びちゃうよ、どんどん伸びちゃうよ。ゆっくり焦らずに引いてください。あら、もっと伸びるかしら。あんまり強く引っ張っちゃうとちぎれちゃうかもしれません。このくらい伸びました。伸びちゃいました。これが新聞のビールツリーになります。はい、それでは2つ目です。用意するものなんですが、ハンカチになります。今からハンカチでバナナを作っていこうと思います。じゃあまずですね、四隅を真ん中に向かって折ります。折れました。じゃあこの真ん中のところを右手でつまみます。そして下のところは左手でギュッと持ちます。でそのままバナナをムキムキしていきますね。あれ、なんかバナナっぽくないな。では召し上がれ。じゃあこのままだとちょっとバナナっぽくないので、少し応用編いきたいと思います。準備するものなんですが、おしぼりになります。
おしぼりなんですけれども、正方形と長方形のものがあると思いますが、どっちでも構いません。色の方が大事です。じゃあ重ねておきます。じゃあさっきと同じように四隅を真ん中に集めます。さっきと同じように真ん中をつまみます。で左手で下をしっかり持ちます。そうすると、さっきよりもバナナっぽくなっちゃいました。なっちゃいましたね。はい、召し上がれ。これだと子供たちでも上手にできると思います。以上、おしぼりとハンカチでバナナでした。カット。はい、それでは3つ目になります。3つ目はおしぼりでリンゴを作っちゃおうと思います。まず私の用意したおしぼりなんですが、最大のポイントは赤いことです。でおしぼりの形って長方形もあれば正方形もあります。でも今回用意したのは長方形になります。じゃあまずは左右上を左の辺に合わせて折っていきます。こんな形になりました。それから右の下の部分をこの辺に合わせて折ります。最後に下から上に折り上げます。そうすると正方形のおしぼりを折ったのと同じ形になりました。じゃあ左上の部分なんですが、このリンゴの芯になります。じゃあここに向かって3回ぐらい折り上げていきます。1回、2回、3回です。この部分が芯です。じゃあ反対向けます。じゃあ今ここにポケットがあってます。このポケットに向かって入れていきます。かなり強引で大丈夫です。で一番外のポケットに入れてあげるとやりやすいかなと思います。ぐいぐいっと押し込んじゃいます。で形を可愛く整えたらリンゴの出来上がりです。梨かな、ちっちゃいリンゴかな、青リンゴかな。カゴに盛るととっても可愛いです。作ってみてね。はい、カット。はい、それでは4つ目なんですが、夏のお花といえばやっぱり朝顔ですよね。朝顔をなんと今日はコーヒーフィルターで作っていきたいと思います。作り方は簡単です。まずご用意いただくのはフィルター1枚です。でもたくさんあると楽しいかもしれません。絵の具を溶いておきました。絵の具なんですが、青とそれから黄色になります。この青の方は朝顔の色を決めます。で黄色なんですが、朝顔の芯の部分になります。簡単です。くる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 丸めて、そして青とそれから黄色につけるだけです。ポイントは、フィルターの大きい子の方を青で吸わせます。で小さい子の方を黄色で済ませます。ただそれだけです。で絵の具なんですけれども、子どもたちが使うよりは少し緩く溶くといいかなと思います。緩く溶くとですね、ぐっと吸水しやすいです。それからグラデーションが出るので綺麗にいくかなと思います。このまま放置で大丈夫です。丸めて大きい方を青に、それから小さい方を黄色につけます。あとは放置で大丈夫です。でくっついちゃうと大変なので、このようなビニール袋の上に置くと乾かしやすいかなと思います。いろんなところに飾ってみてください。追加と OK。 はい、それでは5つ目になります。5つ目はビー玉で作るコマになります。夏にぴったり涼しげです。使うビー玉は4つ使うんですが、2つずつくっつけていきます。接着剤でくっつけるのを、じゃ安定した場所で作ってみてくださいね。少し押さえます。でこのままにくっつけば出来上がりです。放置で大丈夫です。夏場だと15分ぐらいかな。じゃこれと同じものを2つ作っておきます。でこれをこんな風に組み合わせてくっつけていきますね。
でまた少し押さえてあげます。このままくっつけば出来上がりです。簡単でしょ。オブジェとしても可愛いですよね。じゃあどんな風に回るのかな、よく見てて。今日は模様が入ったものと模様が入ってないビー玉で作ってあります。じゃあ行くよ。緊張しちゃうな。じゃあ行きます。あ、変わった。もう一つ行くよ。はい、カット。はい、なんか聞こえてきたね。誰の声だろう。カエルさんかな。カエルさんかな。カエルさんかな。はい、ペットボトルのキャップでした。ペットボトルのキャップってね、よく見ると縦に線が入ってするだけでね、簡単にカエルさんの声が出るんです。お散歩行くときにね、ちょっと持ってってみてください。どこからかお返事が聞こえるかもしれないよ。それでは今日最後になります。あやとりしていきたいと思います。何ができるかな、よく見ててね。できちゃいました。ハートも添えております。出来上がりです。子育てって特別な道具とか高いね、おもちゃがなくてもね、十分楽しめるんです。それぞれのお宅で身近な素材を使って楽しんでみてください。またね。はい、カット。皆さんこんにちは。アマチュアマジシャンのラッキーアカツです。今日は身近にあるもので、簡単なマジックを見せたいなと思います。でもちょっと今日は、夏暑いです。私も緊張すると汗が出るんですね。ごめんなさいね、こんなしわくちゃなだらしのないハンカチを使ってしまいました。申し訳ないです。何かツルになっちゃいました。はい、ということでつかみは OK かなと思います。では今日皆さんにレクチャーするマジック、まず一つ目やっていきたいと思います。簡単です。毛糸を使ったマジックです。ではまず現象を見ててください。はい、上は白ですね。下は赤ですね。いきますよ。ワン、ツー、スリー。入れ替わっちゃいました。はい、ではこれをレクチャーしていきたいと思います。はい、簡単です。だいたいこれくらいの、そうですね、30センチくらいですかね。50センチくらいですね、の長さのやつ、赤白毛糸、用意してください。色は何でもいいです。ただし白と黒はちょっと縁起が悪いので、赤白の方がいいかなと思いまして、今日はこれをチョイスしました。はい、ではまず簡単です。これを結んで輪っかを作るだけです。はい、輪っかを作ります。これね、輪っかの作り方、しっかりほどけないように結んでください。ギュッとギュッと引っ張って取れないように。とちょっとポイントですが、なるべくつなぎ目を小さくしたいと思うので、ここですね、この結んだところ、この出っ張ったところをハサミでちょっと切っていきたいと思います。ギリギリのところで切ってください。これ絶対やっちゃいけないのは、結び目を切らないでください。また元に戻っちゃいます。はい、このような形で、結
小さく、こういう形で小さくして、はい、こちらも同じように出っ張ってるところを、はい、切っていきます。何回も言いますけど、結び目だけは切らないでください。はい、これをこうですね。はい、ではセッティングに行きます。はい、この2つの輪、じゃあまず赤い方をこの白い輪っかに通して、ちょうどアルファベット、あれかな、 T の字ですね。このような形で通していきたいと思います。で、こういう形、そしてこれを赤の部分を折って、親指にこの輪を引っ掛けます。で、バッチグー、こういう形で閉じてください。そして簡単です。まず白いやつを1回、1、2、ここから種明かしです。3の時にこの 4つある赤い毛糸のどれか1個を引っ張ってください。3、変わります。逆に白になった場合も一緒です。 1、2、3 と変わりましたね。はい、これは簡単にできるマジックです。で、ポイントとしてはこのつなぎ目のところをこうやって引っ張ると自然に見えますので、ぜひやってみてください。毛糸の瞬間移動マジックでした。はい、では2つ目のマジックですね。今日2つ目ので最後のマジックになりますけれども、レクチャーしていきたいと思います。まず現象を見てください。はい、こちらに輪ゴムがあります。はい、見てくださいね。はい、こちらに輪ゴムありましたよね。はい、いきますよ、一瞬ですよ。1、2、3、映っちゃいました。輪ゴムの瞬間移動です。では、これをレクチャーしたいと思います。じゃあ皆さん、輪ゴムをまず人差し指と、中指にこうかけてください。いいですか。はい、で、これから種明かしをします。はい、よく手元を見ててください。この引っかかったゴムをギューッとこう引っ張ってください。そしてこの間の中に入れて、グーにして入れて、それをゴムを戻して第一関節にかけてください。ギューッと引っ張ったものを第一関節にかけてください。これでセットは完了です。決してこちらをお客様側には見せないようにしてください。はい、自分側に持ってってください。自分側ですね。で、こちらにが見えるのがお客様側が、ここにゴムが見えるようにしてください。いきますね。そしてこれを、簡単です、手をパッと開くだけで映ります。はい、もう一回いきますね。はい、人差し、お客さん、お客様側ではなく、こちらは自分側ですね。お客様はここの、手の甲にいきますよ。種明かしはギューッとゴムを引っ張って、ね、ギューッとゴムを引っ張って、これを戻すだけです。第一関節を戻すだけです。慣れればもう本当に簡単にこうやってキュッとできるようになりますが、最初覚える時にはギューッと引っ張ってやった方がいいです。慣れてくればもう一瞬にしてセットできるようになりますので、これはどんどん練習してみてください。そしてこれを、はい、こちらにゴムがありますね。はい、1、2、3、パッ、はい、こちらに移動しました。で、先ほど手をパーでもいいですっては言いましたけれども、だんだん慣れてきて、上手くなりたいなと思うとパーのままだと不自然なので、パッとやったら戻す、グーの状態に戻すとより不思議さが増します。はい、以上、輪ゴムの瞬間移動マジックでした。はい、また機会がありましたらラッキー赤さんのマジックレクチャーしたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。